皆さんこんにちは、ワナルグルビーです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイリベンジ続きをプレイしていきたいと思います。前回はようやくアメリカ本土決戦、ここのリベンジを果たすことができましたので、こっから本当に初見プレイに戻っていきましょう。では時間を進めていきます。43年12月12日、日本軍はオーストラリアをほぼ制圧した。まあ、このあたりはイベントで終わってしまうんですね。で、45年5月8日、ヒトラーはドイツ第三帝国の設立を宣言、初代皇帝に就任。同年8月15日、日本は大東亜共栄圏の設立を宣言。翌46年9月20日、日本軍はビルマ方面で大規模な軍事演習を開始した。同年10月1日、ドイツ軍は中東において大規模な軍事演習を開始。さあ、ここからは開発ツリーです。確認していきましょう。一気に開きますね。冷戦の方ですが、5人型飛び越えて、レップまで、ツリーは進みましたね。ここは、頼もしいかな。さあ、ここからは、開発ツリーです。確認していきましょう。一気に開きますね。で、あとは、ライデン、神殿、神殿、海。このあたりまで一気に来ましたね。さあ、ここからは、開発ツリーです。確認していきましょう。一気に開きますね。石切立交は、銀河まで来てます。ああ、爆撃機は富岳が来てますね。まあ、陸軍はね、ちょっとしょぼいといえばしょぼいんですけど、それでもこれだけ開くので、まあ、しっかり育てられるものは育てていきたいかなと思います。冷戦はレップ。これ大きいな。救急の艦爆は水星になりますね。救難の艦攻は天山。うん。これは使っていけそうです。では、作戦の内容です。ドイツは我が国に対し宣戦布告し、インド国内へと侵攻を開始した。そうか。ドイツとの戦いになるんですね。まあ、ちょっと予想してなかった展開ですけど、ドイツで最終的な戦いを相手取ってやるということか。ドイツだと、やっぱり陸軍特に戦車が強いイメージがどうしてもありますけどね。陣営情報です。日本としては、陣営3つ参戦という形ですかね。一方、敵となるのが2つ入ってますので、勝利条件の方は2つの司令部を破壊するということですね。大勝利とか、単数の条件が今回ないですね。ではマップ確認しておきましょう。ここにドイツ軍の潜水艦。そして大艦隊があるな。陰流型の空母に。流星海、レップ。さらに、混合級もあれば、昇格、大砲。このあたりがいますね。で、敵の司令部ですが、確認しておきましょう。ここに一つありますね。敵の司令部が。いや、なんか、強そうだなぁ。やっぱり。そしてもう一つの司令部がここか。まあ、インド全体にわたって戦いが行われそうな感じがしますね。さて、ドイツ軍ですけども、ティガーがここにいますね。いや、強そうだなぁ。重戦車。まあ、これが中心になってくるんでしょう。ドイツ軍のユニットとしては、駆逐戦車マスホル。ティガーの2もありますね。これらと日本軍がまともにぶつかっても、まず勝ち目はないと思うので、やっぱり空軍かな。航空ユニットでなんとか活路を乱す、まあそういう戦いになるかもかなと思います。しっかり、ドイツ軍のは、野砲も 150mm まで配備されてますね。高射砲も 88mm。
ユニットの方ですけども、航空機の方も見ておきましょう。陸上攻撃機、戦闘機を見ておきたいですよね。まだちょっと戦闘機の数が見て取れないようなので、まあ、戦闘機出てきたら戦闘機は潰しておきましょう。では自分が操作するユニットですね、進めていきます。ヤマトとナガト、それに赤城、加賀、ソウリュ、この辺りが自分で操作するユニットですね。では進めていきましょう。まずどうだろう、艦隊は敵の司令部のあるインド大陸の反対側までえちらおちら進めていきますか。では部隊配置しました。敵の動きわからないので防衛用の対空砲をいくつか置いたのと、自前で用意してある従順ですね、これ艦隊に随伴するために配置してあります。従順2隻で、あとはレップを中心に航空戦力が置いてあります。まずは大陸をずっと横断していってですね、味方と連携して一つ目の敵司令部ここを撃破して、そこから北上して、もう一つのね第三帝国、ここの司令部を叩くという、まあ、作戦でいきたいかなと思います。では時間を進めまーす。今ずっと見てるとですね、日本軍ちょっとドイツ軍の場合に弱すぎますね。大丈夫なんだろうかっていうぐらい弱いので、やっぱり航空ユニットで戦いの主導権を取り戻すしかなさそうですね。まあ、第二次大戦当時、まあ、陸海空のうち空軍というものは独立して組織されている国というのはほとんどなくてですね、日本も、まあ、そういう話は検討として出たようなんですけども、まあ、結局、まあ、空軍が独立の軍として設立させることなく、まあ、陸軍や海軍で、ね、あくまでも補助的な位置づけとして航空戦力が置かれていたということになっているんですけども、まあ、実際にはね、もう航空機の、まあ、その絶大なる威力というものは戦争の中では中心的存在になっていたわけで、まあ、ここでもしっかり航空機を使っていきたいと思います。さあではレップですね、これが進出して敵の戦闘機あるいは爆撃機、攻撃機、航空戦力と交戦状態に入りそうですね。敵の強さ、まあ、一応見ておきましょう。ドイツ軍ももうかなり強いですね。レップの能力だとちょっと太刀打ちできないかなっていう感じがスペック上はするので、まあ、ある程度の損害が出るものだという、まあ、覚悟はしておいた方が良さそうですね。まずは敵の地上部隊よりも航空戦力先に潰していきましょう。確かに敵の地上戦力脅威ではあるんですけども、まあ、航空戦力を先に潰しておくメリットの方が、まあ、大きいというふうに判断しての敵航空戦力先にぶっ潰そう作戦になります。特に戦略爆撃機なんかはですね、貴重な味方の航空基地、これを攻撃してきたりする厄介な代物なので、これに対抗するためにですね、しっかり敵の航空戦力を潰す、まあ、これから始めておきます。レップに続いては艦爆隊ですね、まあ、水星になりますけども、これも飛ばしていきましょう。錦大帝は飛竜、これにアップデートできますね。これはありがたいな。で飛竜の次は銀河、富岳と、続いていくのかなと思いますので、まあ、これもしっかりですねアップデートをこの先見据えて、進めていきましょう。水星はあれですね、航続距離長いですね、86。これはレップに比べてはるかに長い。むしろレップの足が短く感じるぐらい水星は足が長いので、どうだろう、水星生産数増やしてもいいかもしれないですね。ではこのまま進撃していきます。さてドイツ軍航空機強いですね。
ここは対空砲で削って落としていくしかちょっと道がなさそうです。まあ、それでも対空砲でも落としきれないぐらい強いドイツ軍なので、まあしっかり対空砲の数を揃えて、まあ、数で勝負していく、まあ、ちょっとそういう動きを取っていければいいかなと思います。あとはしっかり占領をして、敵の資金源を断つ、これもねやっていった方が良さそうですね。さあ敵の艦隊発見してます。まだどうでしょうね、味方の方はだいぶ接近してますけど、自分で操作できる艦隊はまだここまでなので、到達するのにもう少し時間かかりそうですね。今のところ陸軍も空軍も、まあ、要は陸上部隊も航空機もドイツ軍に遅れを取っているのは明らかなので、海軍がどうなってるかすごく気になりますね。海軍まで遅れを取っているなんてことになると本当にしんどくなりそうなので、海軍だけどもね、ドイツ軍よりも優れている、まあ、そういう状態になってくれてると嬉しいかなと思います。艦隊の方なんですが、味方の大艦隊と合流できましたね。ヤマト以下戦艦部隊は少し足が遅いので止まってますけども、これも合流できると思います。海軍力、艦隊の、ま、力というものに関しては陸軍空軍で劣っていた分に比べるとだいぶ有利に戦い進められている状況があるので、まずは敵の艦隊を撃滅してですね、この湾の中に入ってここにある敵の司令部、ここを爆撃していきたい、あるいは艦砲射撃加えていきたい、まあそういう狙いになります。撃沈できそうですね。まあ、撃沈をどん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 取っていきましょう。あとは敵の護衛戦闘機、これもね、潰していきます。水星は足が長いので使い勝手がここまですごくいいですね。なのでレップを護衛につけて水星を遠くまで飛ばす、まあ、この運用が一番効きそうですね。でここにいるね潜水艦なんですけど、この潜水艦を軽巡あたりが沈めてくれないと、まあ、被害がちょっと広がっちゃうかなっていうところですね。自前で用意しているものにも潜水艦を攻撃できる、まあ、いわゆる耐水戦能力を持っている艦艇を用意していないので、味方の CPU の方にそこは期待せざるを得ないっていうところが、まあ、ちょっと痛いところですね。あと流星海、こちらなんですけども、武装で500キロの爆弾が装備できるので、500キロ爆弾に換装して火力を上げた状態で出撃させてます。道はねちゃんと舗装されているというか通っているので、まあ足の遅い野戦砲だったり対空砲だったりっていうかのものもしっかり移動力発揮できているので、まあ、そこは進軍はしやすいですね。なので大部隊を動かすにはまあ割とストレスなく進められているステージかなと今のところは思います。では敵の艦隊あらかた撃破しましたので一旦どうだろう、敵の司令部の近くまでユニット飛ばしてみましょう。まだいますね、まだここに巡洋艦が何隻かいますね。この巡洋艦沈めにかかります。流星これを出撃させて攻撃に入ります。さあしっかりと野戦砲対空砲の陣地を築いて、大量にやってくるドイツ軍をここで迎撃しようという、まあ、そういう構えを今作ってます。この数が今敵を押し寄せてくるってとんでもない数の戦車ですよね。これなんとか撃退して回らなければいけないので、まあ、しっかり補給車も派遣してですね、陣地を維持できるように今各所で体制を構築中という状況ですね。さて艦隊戦の方ですけども、まだまだね敵数多くて苦戦しているところではあるんですけども、そろそろ決着をつけにかかりたいので一気に
主力艦隊を送り込んでいきましょう。まあ、沈められるものはもうここで沈めていく。どんどん進軍していきます。ヤマトも前進しましょう。でここにはですね、敵の空母ツベレインがいるので、これもね撃沈しておきたいところですよね。ただしうまいこと敵の基地近く部隊を送り込むことができたので、まずはちょっと試しに爆撃をしてみたいと思います。500キロの爆弾、250キロの爆弾それぞれ積んできてますので落としていきましょう。司令部結構クランナー開始。司令部を今度は一気に削りましたね。これで一つ目の司令部を破壊したい。最後の一撃、これはちょっとそうだな、別の部隊にやらせた方がいいのかどうかちょっと悩ましいな。ここにいる流星海の方が500キロの爆弾積んでるので、こっちに任せましょう。これで決める。いきましたね。ドーンとまとめて破壊完了です。そしたらもう一つの司令部がここにありますので、この司令部をね目指していきたいと思います。空母なんですけども、できるだけ沿岸近くに寄せてですね、不足している空港、これの代わりに、まあ、補給ができるような体制を整えていきたいので、まあ、赤城、加賀、飛龍と全ての空母を沿岸近くまでつけちゃいましょう。まあ、危険はあまりないと思いますので、ここは思い切って空母のみで沿岸までつけちゃいます。はい、ではドイツ軍のね、最後の司令部まで目と鼻の先まで迫ってきました。次回はこのままなんとか進軍を続けてですね、ドイツ軍の最後の本拠地、ここを潰したいと思います。一方でドイツ軍まだまだ手強い相手というのもあってですね、強力の戦車部隊残ってるのありますので、これをしっかり野戦砲陣地で迎え撃つ、まあ、そういう作戦も行いつつ並行で攻略していくという流れを作っていきたいと思います。では今回はここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。